Hallelujah, 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 Hallelujah,
あなたが導くところに引き寄せてくださいますようにお願いいたします。
このまたあなたをお願いします。弱い私たちを見つめて、あなたが行かれるところに私たちを招き引き寄せてください。主イエス様、あなたについていきます。私たちの人生を変えてください。本当にその名で感謝します。アメン。主イエスの父よ、主イエスの父よ、我が身を広め、十字架を主に添え、我が身主耶稣の父子よ、十字架の父子よ、十字架の父子よ、我を我が名に、我をあなたに聞けば、主耶稣言葉や全てが広げられて、イエス様に近づいていきましょう。もう一度読みましょう。天のお父様、あなたの十字架を、イエス・キリストの十字架を感謝します。死んだ後に送られ三日目にお願いくださいました。この方によって私たちの人生は広げられ、あなたに喜んで近づくことができる人生をくださいました。この方感謝します。あなたを信じ、イエス・キリストの名前でなります。アメン。どうぞ、立ち上がってください。天地の救い主、神を信じます、一人の私へ、エス・キリストを信じます。天地の作り主、神を信じます。一人の私へ、エス・キリストを信じます。主は聖霊により宿り、乙女マリアより生まれ、
漫画家よりも前半になると思いますが、熱王記第一17章17節から、これらのことがあってのちよろしいですか。この家の主婦の息子が病気になった。その子の病気は非常に重くなり、ついに息を引き取った。彼女はエリアに言った。神の人よ、あなたは一体私にどうしようとなさるのですか。あなたは私の罪を思い知らせ、私の息子を死なせるために来られたのですか。彼は彼女に、あなたの息子を私によこしなさいと言って、その子を彼女の懐から受け取り、彼が泊まっていた屋上の部屋に抱えて上がり、その子を自分の寝台の上に横たえた。彼は主に乗っていた。私の神主よ、私を世話してくれたこのヤホメに最後災いを下して彼女の息子を死なせるのですか。そして彼は三度その子の上に身を伏せて主に祈っていった。私の神主よ、どうかこの子の命をこの子のうちに返してください。主はエリアの願いを聞かれたので、子供の命はその子のうちに返り、その子は生き返った。そこでエリアはその子を抱いて屋上の部屋から家の中に出してきて、その子の母親に渡した。そしてエリアは言った。ご覧、あなたの息子は生きている。その女はエリアに言った。今、私はあなたが神の人である。あなたの口にある主の言葉が真実であることを知りました。今日この箇所から、エリアの持っていた心、その心を通して、ここに出てくる人物も含めてですね、私たちがどういう心を持ったらいいのか、どんな心で生きたらいいのかということを、今日はこの聖書から学びたいと思います。ヤコブ5章17節には、エリアは私たちと同じような人でした、とこう書いてあります。エリアは特別な人ではなかった。特別でしたけれど、私たちと全く同じ弱さ、罪、欠点を持った人間であった。まず第一に前提として持つべきことは、人間には優劣はないんだということですね。働きだとか、その人のやること、使命には違いがあるけど、優劣はない。みんな神の前に平等である。だから私たちが人と比較する必要はないんですね。エリアと自分を比べて、あ、自分は劣ってるな。そういうことじゃないんですね。エリアはエリアで素晴らしい。私は私で、皆さんは皆さんで素晴らしい。これが聖書が教える人間観なんですね。まあ、これが前提で、今日はですね、まず第一に、エリアを通して問題が起こっても、神に信頼する心というものをエリアは持っていましたが、そういう心を私たちも持ちたいと、そういうことを学びたいと思います。第二番目、神の人にはふさわしくないという心があります。こういう心は持たない方がいい。そして第3には、どういう心が必要か。愛の心です。今日はこの3つを本論として、そして、一つの結論に向かって今日はお話をしていきたいと思います。まず第1に、問題が起こっても神に信頼する心。このエリアという人はですね、今まで神に従って歩んできました。今までいた場所を去って、ヨルダン川の東にあるヘリテ川のほとりというところに身を隠したんですね。エリアは、その川のふもとで、ほとりで孤独に耐え、カラスに養われるという経験をしたんですね。孤独に加えて、カラスという動物から養われる。奪っていくような動物であるカラスに、食べ物を持ってきてもらって生きている。それは不安だったんじゃないかと思うんですね。本当に大丈夫かな。カラスが途中でですね、カーなんて鳴こうもんだろうですね。エリア、ごめんよ。さっきカーって鳴いたら、食べ物が川の中に落ちちゃって、今日の分がないんだよ、ごめん。なんて言いかねないですよね。でも、彼は心配しなかった。このカラスを作ったのは神様だ。そして神様がカラスに命じたんだ。大丈夫だ。カラ
スを信じたんじゃなくて神様を信頼していた。皆さん、だからエリアはですね、そこで安心して過ごせたんですね。しばらくしますとですね、水がなくなってきたんですね、川の水が。なんでなくなったかというと、エリアがですね、これから2年か3年は梅雨も雨も降らないだろう、まあ、そういうふうに言ったんでですね、雨が降らず川の水がなくなった、飲み水がなくなる、まあ、エリアにとってこれは死活問題ですね。もう生きていくことができない。じゃあ今度はヤモメというですね、まあ、夫のいない女性に養われるようにと神様が言いました。まあ、一番貧しいヤモメよりによってね、そういうところに導かれてきました。このヤモメはですね、子供と二人で食べ物がないので、これから最後の食事をして飢えて死のう、心中しようとそう思っている女性、いくらなんでもそんな女性に神様ひどいですよ、もっとお金持ちはいるんじゃないでしょうか、そういう人に養ってもらった方がという気持ちにならないでしょうか。しかしですね、エリアは何も言ってないんですね。何も口から出ませんでした。マタイ12章34節には、心に満ちていることを口が話すのですとあります。皆さん、口で話さないということはですね、心になかったということです。なぜそういう不満やもっといい方法が言わなかったんでしょうか。エリアは神に信頼していたからです。皆さん、私たちもエリアのようにどういう状況の中にあっても神を信頼し、どういう状況の中にあってもつぶやかず、不平不満を言わず、神様がいてくれるから大丈夫、皆さん、そういうですね、安心と信頼を持って歩んでいかれたらどうでしょうか。まあ、ここのところですね、ずっとメールや手紙を通して私に相談してくれる、ある一人のご婦人がいます。まあ、この方のご主人はですね、非常に重い病になって、どうかこの病気が治ってほしいという、だから祈ってほしいというですね、そういう手紙をくれるんですね。私はお祈りしましょう。でもね、その祈りだけじゃなくて、もっと大切な祈りがありますよ。それは、あなたは罪人です、でもその罪を許すために一人のイエス・キリストが十字架にかかり、死んで墓に葬られ、3日目によみがえってくれました。それを信じたら罪が許されて天国へ行けます。まあ、私は繰り返しそれを語っているんですけど、興味がないんですね。いや、病気を治してほしいんです、そういうことは興味ありませんとは言わないんだけど、まあ、人というのはそういうものかもしれませんね。病気だけ治ってほしい。でもですね、一つ言えることは、イエス様は、あるいはですね、ユダヤ人のラビたちはよくこういう法則、こういう教え方をしたんですね。まず大を教えて小を教えるという方法ですね。大を教えて小を教える、まあ、例えばパウロはですね、私たちのためにイエス・キリストを与えてくれた、一番最大のものをくれた、これが大ですね。次は小です。そうであるならば、なのかこれに添えて万物を下さらないことがあろうか。大きいものをくれたらですね、まして小さいものをもらえるはずじゃないだろうか。まあ、例えばですね、100キロを持てる人がね、10キロを持てるのは当然でしょ。そういう論法です。私はですね、その方にですね、死んだ後、死を滅ぼし、永遠への天国というものが与えられたら、最大のものを与えられたら、それ以下のものは与えられるんじゃないでしょうか。でも反対にね、病気が治っても、ご主人が元気になれても、どうせ死んじゃうんですよ。ということでですね、まあ、仕方なしにその方は、イエス様を信じて、そして、イエス様を救い主と信じますと、そのように言ってくれましたけれど、皆さん、私たちの人生は、最高の、一番大きな悩み、問題が解決しているんです。皆さん、私たちは怒りの子であると書いてあります。
怒りの子っていうのは神の目から見たら私たちは怒りの対象である。罪人である私たちは怒りの対象である。しかしですね、神の前に斜めの供え物が捧げられた、怒っている人にですね失礼なことをしちゃった時に、プレゼントを持っててね、すいませんでした、これでなんとか、納めてもらえないでしょうか、行こうね、食べ物を持ってって、そして、その人が、和やかな気持ちになるってことがありますよね。神様は怒っていた。でもイエス・キリストが捧げられたことによってその怒りは終わったんです。だから私のためにイエス様が十字架にかかった、死んで墓に葬られた、3日目によみがえった、これを信じるだけで私たちの最大の問題は解決します。永遠に救われます。誰も奪い去ることはできません。皆さんがどういう生き方をしようと、皆さんがどんな人生を歩もうと、この救いはあなたに永遠に与えられ続けている。皆さんが今日この最大の問題を解決したならば、皆さんの人生の中で些細なこと、人からどう言われたか、お金の問題、また、大変なことが起こることがありますけれど、最大の問題が解決した人はですね、もうそれより小さな問題も神様がやってくれる、そういうふうにですね信じることができるんではないでしょうか。皆さん今日イエス様を救い主として信じる人はアメンとください。アメン。皆さんその人はですね最大の問題が解決していますので、それ以下の問題は大丈夫です。エリアはですね、神様によってそういう自分の問題が解決されていると、あの時代にあって、ですね、エリアは信仰によって救われていましたから、問題が解決しているから大丈夫、それ以下の問題はですね神様に委ねることができた。だから今週はですね、どうぞ私たちが人生において起こる全てのことに対して最大の問題が解決しているんだ、それ以下は大丈夫だ、そういう信頼の心を持って歩む皆さんとなりますよ。イエス様の皆で祝福いたします。アメン。第2番目、2番目に神の人としてふさわしくない心がある、これはですねエリアからじゃなくてこのヤモメの女性からです。17節、第1列王記17章17節、これらのことがあって後、亀の粉がつかず壺の油がなくならないという出来事の後ですね、この家の主婦の息子が病気になった、その子の病気は非常に重くなりついに息を引き取った、今死のうとしていたこの女性、この女性がですね救われたんですね。食べ物が与えられて救われた。どうせ死ぬはずだったんです、けど、その後自分の息子が死んじゃった時にですね、どういう反応したかというとですね、18節、神の人よ、あなたは一体私にどうしようとなさるんですか、あなたは私の罪を思い知らせ私の息子を死なせるために来られたんですか。これはですね私たちも同じような、反応をしてしまうんではないでしょうか。お祈りするときはね、神様お願いします、どうか与えてください、どうかください、一生懸命お祈りすると思います。でもその祈りが答えられちゃったらですね、もうそれは自分の当然の権利のように思ってですね、そしてその与えられたものが取り去られると文句を言いたくなってしまう。病気を治してもらってまた病気になったらですね、神様なんでまた病気になるんですかですね。旧約聖書のヨナという預言者がいます。ヨナはですね、非常に思い通りにならないで腹を立てている時に、暑い時にですね、神様はトウゴマの木を食べてくれたんですね。神様がくれたこのトウゴマがですね本当に涼しくて嬉しかった。でも次の日虫を送ってこの木は枯れてしまった。ヨナはですねそれに対して腹を立てました。神様、ヨナはですね神様からいただいたもの、
それを恵みとして感謝しました。でもそれが取り去られたら、もうそれは当然の権利だと思って、それで腹を立ててしまうということがありました。皆さん、私たちもそういうことがあるかもしれません。どうぞ恵みは恵みとして感謝する心を避けなきゃいけない心ではないでしょうか。で、こういうふうに言ったんですね。あなたは私の罪を思い起こさせるんですか。悪いことが起こった時にね、私の罪を思い起こさせるんですか。これ私たちの反応かもしれません。何か悪いことが起こったら、何か私の罪のゆえに罰が当たったんじゃないか、神様からの裁きが下ったんじゃないか、こういう心もですね、信仰者にとってふさわしくないと聖書を教えます。もし神様が私たちに悪いことが起こったとしても、別に神様が裁いたわけじゃないんです。反対にですね、いいことが起こったとしても私たちが偉かったわけでもないんですね。イエス様はですね、そういった因果応報、よく信仰宗教では使いますよね。何か悪いことがあるとね、あなたの先祖がいけなかったんじゃないか、あなたの行いが悪かったんじゃないか、イエス様はそれを否定しました。ヨハネ9章1節から、イエスは道の途中で生まれつきの盲人を見られた。弟子たちは彼にイエスに質問していった。先生、彼が盲目に生まれついたのは誰が罪を犯したからですか、この人ですか、両親ですか。イエスは答えられた。この人が罪を犯したのではなく両親ではありません。神の技がこの人に現れるためです。皆さん、どうぞ私たちの考え方は、だから救いっていうのはですね、私たちがどういうふうになっていくことかっていうと、キリストのように変わっていくことです。思った通りにならないこともあるんです。皆さんがですね、思った通りのことばっかりになったらですね、皆さんはわがままになり、また傲慢になり、性格の悪い人になってしまうかもしれません。お金持ちになり、もうやった。でも私たちがですね、試練に遭うとき、私たちは謙遜になり、私たちは神様を求めるようになる。で、私たちはですね、キリストのように変えられていくっていうのが私たちの救いの目標です。神様は私たちを必ず救ってくださる。救いを完成する、その完成は何か、私たちがキリストの姿に変えられることです。思った通りになることではありません。だから私たちはですね、何が起こったとしても、私たちはですね、キリストの姿に変えられることを感謝し、悔い改め、また苦しかったら祈り、また良いことが起こったら感謝し、キリストの姿に変えられていく。どうぞ私たちですね、その悪いことが起こったら裁き、呪いだ、あるいはいいことが起こったら、いや僕はすごいな、私はすごいのよ、そういうですね、価値観を私たちは捨てなければいけません。ローマ12章には、心の一心によって自分を変えなさい、この世と妥協してはならない、やっぱり世の中の考え方を私たちは受け入れないで、どうぞ私たちはキリストのようになる、これを目標として歩んでいきたいと思います。第3番目、愛の心、愛の心、このヤモメの人がですね、自分の息子が死んだ時にヒステリーを起こしてるんですね。でもエリアは何も答えなかったんですね。ここに愛の心があるんではないでしょうか。私たちは簡単にその人のことを、いいとか悪いとか判断して諭してしまいやすいことがあります。一人のですね、男性が、がんにかかってしまいました。この奥さんはですね、非常に熱心な、方でですね、あなた、がんになったんだったら韓国へ行きなさい、そして基礎院に行って断食しなさい、こういうふうにですね、言ったわけですね。
あ、そういう人がいるんですね。そこでお祈りをして病気が治る。でもですね、この人は、韓国の断食一人に行って、しばらくお祈りしている。でもその途中に亡くなってしまった。天に召されてしまいました。その時にですね、教会の周りの人たちは何と言ったかというとですね、あ、きっとその方の息子さんが教会離れてたんだけど、その子が教会に戻ってくるためにご主人が召されたんじゃないってこうね、言ったそうです。これを聞いた時にこの奥さんはですね、なんて冷たい、主人が死んで悲しいのにどうしてそういうことを簡単に言えてしまうんだろうと心に傷を感じたそうです。私たちは人が悲しみや苦しみの中にあるときに簡単にその人に理由を伝える必要はないんです。悲しみ、つらい、その状況にある人に必要なのは慰めであり、受け入れてもらうこと、共に涙を流してもらうことではないでしょうか。それが愛の心です。第2コリント1章では慰めの神、辛い、傷ついた人には慰めが必要なんだ。そしてエリアはですね、この当時一度も起こったことがない死人が蘇るっていうお祈りをしました。エリアはですね、お医者さんじゃありません。だから治療もできない。でも祈ってあげるしかない。こういうふうに決まってるから、表裏だから祈るっていうんじゃないんですね。もう祈ってあげることしかできない。だからここで愛の心で祈りました。三度お祈りした。三度お祈りするっていうのは完全数です。どうぞこの子を蘇らせてあげてください。そういうお祈りをしました。ここで大切なのはですね、癒しっていうのは教理じゃないってことです。もし癒しが教理だとしたら、教理って分かりますか？そういうふうにこう決まったこととなってるんだったらですね、癒されますようにってお祈りして病気が治らなかったらですね、その人の信仰が足りない、その人の祈りが足りないんじゃないかってことになってしまいます。私たちは祈ります。でも治してくれるのは神様です。治らないこともあるんです。でも一つ言えることは、神には何でもできる。なんで治らないことがあるか分かりません。でも神様は癒される。またある人はですね、こういう心を持ってしまうようになります。今私がここで癒しを祈ったらですね、私の凄さがみんなに証明される。だから有名になれるから、その癒しを持って祈る。これもですね、ダメなんですね。時々ですね、癒しの集会とかですね、死人が蘇る集会とかですね、あります。私は全部反対するわけじゃないです。そういう集会にも関わっていることがありますけれど、でもですね、誰かの手柄ではないんです。癒されたり蘇るのはイエス様の手柄です。それをやってくれるのはイエス様です。そして私たちは愛の心を持ってその人に祈ってあげる。傷ついている人がいたら慰めを祈り、共に泣く愛の心こそ必要なのではないでしょうか。エリアはですね、愛の心でこの息子のために祈り生き返りました。だから自慢せず黙ってこのやもめにその息子を渡しました。それに対してですね、今神が生きていることが分かりました。そういうふうにですね、このやもめには信仰が与えられました。皆さんどうぞ、私たちと愛の心、その心の伝道が一つ神様を伝える、神が生きている、それを知らせる手段です。どうぞ今週、まず第一に出会う人にキリストの愛を伝えてください。
どれだけキリストがあなたを愛しているか、あなたが大切な存在かということを私たちは伝えていきたいものです。2番目、罪を悔い改めて罪が許されるようにイエス様を伝えてください。3番目、その人が困っていたら、お金や病気や人間関係で困っていたら、その人のためにお祈りをしてあげて、まあ、お腹が空いてたらですね、ちょっと食事を、差し上げたり助けたり、ね、そして希望を伝えてあげてください。神様は良い神様ですよ。聖書を読めば読むほど聖書には希望が満ちています。皆さんに今日希望がないとしたら、それは聖書をあまりよく知らないからです。どうぞ皆さんはこの聖書の中から希望が皆さんのものとなりますように。今週皆さんどうぞ希望の神様を伝えて、知って伝えてください。そして天国をこの国の人たちに伝えていきましょう。どうぞそのために必要なのは愛の心です。愛の心。エリアという人はですね、今日この3つの特徴があった。問題の中でもどんな時にも神を信頼していた。2番目、因果応報とか間違った心を持っていなかった。エリアは3番目、愛の心を持っていた。私たちはどうぞエリアを目標とするんじゃないんですね。エリアをそういうふうに導いた神様を目標とする、イエス・キリストを目標としていきたいと思います。比較しないでください。どうぞキリストのように私たちは生きていきたい。でも一つのお手本が、一つの見本がエリアです。今日私たちこの3つの特徴を、問題の中でも神を信頼し、間違ったその信仰を悔い改め、そして愛の人にさせていただきたい、そのように思います。一緒に祈りたいと思います。天のお父様、ありがとうございます。今日私たち一人一人が神様に対する新たな心を持って、そして神様に見させてください。イエス様の皆で祈ります。アメン。どうぞ皆さんの言葉で声を出してお祈りしてください。お祈りしましょう。天のお父様、ありがとうございます。一人一人の人生の中に神様が大きく手を広げて働いていてくださることを心から感謝いたします。神様、みんな問題や試練がありますけれど、でも神様はエリアを助けてくださったように私たちを助けてくださいます。最大の問題である死の問題が解決しています。それ以下の問題です、この世の中のものは全て。だから私たちは最大の問題を解決してくれた神様は、この世のそれより小さい問題も必ず解決してくれるんだ、大丈夫だ、神様に信頼していこう、そういう心を神様受け取ることができるように、どんなことがあってもこの方は裏切らないんだ、見捨てないんだ。今日この場所に来ている人たちはみんな神様の愛に捉えられて、絶対に見捨てられることがない、その大きな安心の中にあることを感謝します。神様どうぞまた私たちの人生が、あのヤモメのように、ヨナのように、また因果応報という間違った思いを持つのではなくて、正しい信仰を持つことができますように。そして何よりも愛の心を、愛という動機で私たち全てのことを行っていきますように。仕事も愛によって一生懸命できますように。勉強も愛によって一生懸命できますように。この1週間愛によって私たちの歩みが豊かに豊かに導かれていきますように心からお願いいたします。一人一人の中に神様どうぞその人生へと導いてください。引き寄せてください。神様の心に引き上げてください。キリストの姿に引き上げてください。引き寄せてください。イエス様お願いいたします。全ての問題も委ねます、任せます。
心から感謝し賛美いたします。イエス様ありがとうございます。心から感謝し賛美いたします。ありがとうございます。主イエスキリストの皆で感謝してお祈りをいたします。アメン。一緒に神様に感謝の拍手を捧げたいと思います。アメン。一緒に、皆さん立ち上がって、賛美をいたしましょう。賛美を歌いながら、献金の時を持っていきたいと思います。献金箱はこちらにありますけれど、私たち感謝の心を持って神様の前に、451番神なる望みなくこの賛美を、聖歌をですね、皆さんお持ちですか。451番。
神様の前に捧げられる生贄です。一人一人がどうぞ神様が喜んで受け止めてください。私たちの人生をも清めてお使いください。心から感謝します。またお一人一人の人生を祝福してくださいますように、必要を満たしてくださいますように、健康を守ってくださいますように、イエス・キリストの名で感謝してお願いいたします。アメン。続きまして聖餐式を執り行います。聖餐式はイエス・キリストの十字架の救いを私たちの神の愛でもう一度受け止める、そういう儀式です。まあ、これはいろんな立場があるんですね。ある場合はもうこの、祈って手を置いて、その祈った端部はキリストの体であり、血そのものであるというところからですね、これは単なる象徴ですというところがあります。まあ、その辺はですね、この明確に定める必要はないと思いますけれど、まあ、私たちはこれは、一つの象徴だというふうに、プロテスタント教会の立場で受け止めていますけれど、でも実際にイエス様が私のために肉を裂いてくれば、この両手のこの、手首のところに太い釘を打ち込まれ、この、かかと足首に関してはですね、この一つに束ねられて一本の太い釘を打ち抜かれ、まあ、なんでそういうことが分かるかというとですね、発掘されるんですね。足の骨がこの束ねられて太い釘が打ち込まれて、そして、置かれている骨が発見されているので、そういうふうに、まあ、そういうふうにするとですね、息ができない、そして息ができないので懸垂をする、でもまた体が下がってしまう、そのようにしてキリストは最後体を弱らせて亡くなってしまいました。ローマ兵たちはですね、びっくりしたんですね。なんでそんな早く亡くなっちゃったんだろう、キリストは。それはですね、キリストはただ単に罪人として処刑されたのではなくて、自らその命を神に捧げてくれた、私たちを救うために斜めの備え物、ご自分の命を、我が霊をあなたに委ねます。そして歴史を変えて祈ります。父よ、彼らを許したまえ、彼らは何をしているのかわからないでいるのです。そのキリストの祈りの家に今日私たちがある。キリストは命を伝えてくれたので、私たちの救いと永遠の命がある。そのことをですね、感謝して今日このパンとブドウジュースを受け取ってください。祈ります。天のお父様、このパンとブドウジュースを神様、キリストが定められた聖餐式として行います。どうぞこの真ん中に神様ご臨在ください。神の栄光を表し、一人一人がこの神様の素晴らしさをもう一度味わい体験し、イエス様が伝えたかったことを弟子たちに、そして私たちに伝えたかったことを私たちが知ることができるように、キリストイエスの皆で感謝してお受けいたします。アメン。私たちの主イエスキリストは十字架にかかられる前夜、パンを取り感謝して、これを先にこうやりました。取って食べなさい。これは私の体です。イエスキリストは、これは私の体です、それを食べなさいと言われました。一緒にそれをいただきたいと思います。ブドウジュースを続いてご紹介いたします。この杯から飲みなさい。この杯は私の血による新しい契約です。これを飲むために私を覚えなさいと言われました。一緒に感謝を持ってイエス様が流された血を出させていただきたいと思います。参りましょう。
お祈りをもう一度捧げます。悩み深い天の父なる神様、あなたの限りない憐れみによって私たちを招き、主の聖誕に預かってくださったことを感謝いたします。これによって主イエスキリストの恵みと永遠の命の望みを私たちのうちに確かにしてくださいましたことを感謝いたします。今喜びを持ってこの体を清い生きた備え物として御前に捧げます。願わくは聖霊の助けにより喜びと感謝を持って教会に仕え、御言葉を述べ伝えることができますように。主の再び来られる日まで御前に歩ませてください。主キリストイエスの皆で感謝してお祈りをいたします。アメン。病のある方はその場所に皆さんの手を置いてください。また問題のある方は皆に手を置いてください。主の愛ならこれを賛美し、またご祈りいたします。主の愛は今あなたを癒される主の愛が今あなたを包む嘆きから死ぬ十字架の贖いの力は今も全く変わりません。イエス・キリストの皆で祈る祈りはイエス・キリストが祈られた祈りと同じ、その権威と同じ力があります。その皆の権威が与えられて感謝します。今イエス・キリストの皆によって一人一人の中にある問題が解決されますよ。病が癒されますよ。サタンに立ち向かいます。あなたの御言葉の力で退いていくように、一人一人から出ていくように。天のお父様、今聖霊様一人一人を満たし止まってください。一人一人の人生を祝福してください。天のお父様お願いいたします。神様ありがとうございます。あなたがくださった大きな恵みをありがとうございます。ハレルヤ。天のお父様、主の力が豊かに注がれますように、この兄弟の目に神様どうぞ豊かな導きを、助けを、神様聖霊の満たしを、祝福をお与えください。主をお願いいたします。ハレルヤ。天のお父様ありがとうございます。神様の大きな愛が今私たちにも注がれています。全員に注がれています。天のお父様どうぞあなたがお働きくださいますようにお願いいたします。天のお父様祝福してください。あなたの大きな祝福と愛の御手がどうぞそのご一家の上に豊かにありますように、インターネットで礼拝する方々の上にありますように、私たちの家族にありますように、神様どうぞ守ってください。今週私たちを、あなたは私たちを
決して見捨てず、あなたの愛でいつも捉えていてくださることを信じます。私たちを心配しません。明日のことを思い煩わず、また賛美し希望を持って前進していきます。どうぞ私たちの人生をあなたの導く道に導いてくださいますようにお願いいたします。祈ったことがすでに叶えられたことを信じ感謝いたします。イエス・キリストの御名でお祈りいたします。アメン。主は素晴らしい、主は素晴らしい、主は素晴らしい、私の主、素直な
Thank you.
最終一度ともにそのご家族親族一同の上にインターネットその他メディアで一緒に開発された方々とともに今も後も余裕限りなくあらんことをアメン。愛するイエスキリストに感謝の拍手を捧げましょう。アレルヤ。どうもありがとうございました。本当にこれで、礼拝を閉会いたします。ようこそお越しくださいました。今から歓迎いたします。ありがとうございます。